NACA Presents 西戸明子のコミュニケーションアカデミー。この放送はポッドキャスト、ボイシー、YouTube でお届けしています。7月24日水曜日になりました。おはようございます、西戸明子です。今週のテーマは与える。与えるといえば、私にとってはその素晴らしさ、豊かさを教えてくれた、そう、オプラ・ウィンフリー。というわけで、今日もオプラの、もうオプラと言ったらこれっていう、ものすごく有名な、ギブ、与えた瞬間をご紹介します。その前に今日も3つのお知らせです。1つ目、 NACA 西戸明子コミュニケーションアカデミーのオウンドメディアが立ち上がりました。ノートというプラットフォームでやっています。皆さんぜひフォローしてください。これからじゃんじゃんコミュニケーションのすんばらしいヒントを仲間のみんなとともにお届けしてまいります。そして2つ目、8月24日札幌に行きます。札幌で初めてのワンデイスピーチセミナー開催です。今のところもう年内は予定がないので、この札幌だけになりそうです。ワンデイスピーチセミナー、少数限定で西戸が直接フィードバックさせていただくのはマスタークラスか、このワンデイスピーチセミナーだけです。皆様の参加をお待ちしています。そしてその翌日8月25日は札幌で講演会って言っても、オンラインで参加もできます。アーカイブでも見られます。行動科学研究所の所長であり、エンパワーメントをテーマに研究を続けていらっしゃいます岩田洋二さんと一緒に講演させていただくんですね。だから岩田さんパート、西戸パート、それから2人でお話しできるパートもあるということで、これちょっとスペシャルな回になりそうで、私もめちゃめちゃ楽しみにしています。テーマは幸せは自分の中にある。3時間半とたっぷりのイベントなのに、なんと参加費はたったの4,400円。これはもうね、参加しない理由がないです。北海道の方は札幌で、そしてそれ以外の方はもちろん来てくださっても大歓迎ですが、 Zoom やあるいは、アーカイブでぜひぜひご視聴ください。それでは今週のテーマは与える。与えると言ったら、その豊かさ、素晴らしさを私に教えてくれたのはアメリカのテレビ司会者オプラ・ウィンフリーということで、今日も彼女の番組の中で、もうオプラって言ったらこれよねという瞬間をご紹介させていただきます。まあオプラはとにかく与えるのが好きな人なんですよね。昨日の放送でご紹介させていただきましたが、彼女が初めて友達とか知り合い家族以外な人に与えたっていうのは、そう、テレビのねレポーターをやっていた時に取材に行った家族が、まあとても生活に大変そうだった。で、彼女は放っておけなかったんですね。だから取材が終わって一旦こう、そこから離れた後、もう一回そこのお家に戻って、一緒に買い物行こうって言って冬のコートを買って差し上げた、ね、そんな話昨日ご紹介させていただきました。で、まあとにかくいろんなものをもう友達にあげまくるオプラなんですけれども、例えば彼女が、友達にあげまくったものの一つがパジャマです。もう彼女にとって洋服っていうのは、快適さが最優先。これ私も一緒なんですよね。はい。だから暖炉で本を読んでいる時間が大好きで、って言っても当時暖炉は家になかったらしいんですけれども、ただ別荘にはね、暖炉があって、でその別荘には誰かが来た時に、あげられるように、もうパジャマが全サイズ置いてあったらしいです。でとにかく大好きなパジャマを周りの人にもうあげまくったらしいんですね。でも知り合いにはもうあげる人がいなくなっちゃった。でそんな時にある人が、そんなにパジャマ好きでさ、人にあげたいんだったらそれ番組にしたらって言ったらしいんです。で、でもどうやって、いやそうだねって、スタジオにさいるオーディエンス、観客の人全員にさパジャマプレゼントしてさ、で私の好きなものっていうタイトルでやったら？というわけで、オプラは
パジャマを着て登場し、そしてオーディエンス、会場の人もみんなパジャマ着てるなんていう回もあったりしました。そんなところから彼女は自分の好きなものっていうのを番組で紹介したりプレゼントしたり、まあ、それをサプライズでやったりということをこう、ね、長年やってきたわけなんですけれども、そんな中でもですよ、彼女はオーディエンスに、会場に見学に来ている人に、スタジオにね、車をプレゼントしたことがあります。きっかけは彼女の親友のゲイルっていう人がいるんですけれども、ゲイルが飛行機に乗った時に偶然隣の席がポンティアックっていう車の会社の役員さんだったんですって。でその時すんごいあの話が盛り上がった。その後そのポンティアックからオプラの番組に25台の車を提供しますっていう話があったんですって。すごいですよね、車を25台も番組のプレゼントとして提供しますって。ですごいのに、このプロデューサーがまたすごいなと思いますけれども、いや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 、もっとくださいということで、もう押しに押しに押しまくって、もうなんと最終的にはその番組を放送しているスタジオに見学に来ているオーディエンス全員に当時のポンティアック最新型の G6 をプレゼントするっていうことで合意を得たらしいんですね。ちなみにこれ、770万ドル。まあ単純に100円だったとして1ドル、7億7000万ですよね。でまあもう今の貨幣価値っていうか為替、日本のね円安なんで直すと、まあ、12億円ぐらいっていうことになります。これあのたった1時間の1回の番組でのプレゼントの金額ですからね。12億円、車276人に。でそれを OK、 じゃあどうやってこれサプライズでプレゼントしようかってことになったわけですね。で当然盛り上げたいじゃないですか。で車持ってて別にいらないんだけどっていう人がもらっても盛り上がんないですよね。じゃあどうやって車欲しい人見つけるっていうことで、スタジオの見学の申し込みフォームに、仕事へは何で行きますかって、ね、車、バス、自転車、徒歩とかね、あるいはあなたの車は今もう買ってから何年経ってますかとかっていうのを、その申し込みフォームに何気なくその質問の中に紛れ込ませて、で今本当に車が欲しい人だけをその日の会場に集めたんですって。もうこれだけでもすごいことですよね。それで、まあ、前日ですよ、もうみんなで準備してるわけです。でオプラっていうのはすごくディテールにこだわる人なんですね、まあ、だけど、まあ、あんまりスタッフにね細かいことは言いたくないということで、できるだけ言わないようにしているらしいんですが、その日ばっかりはちょっと言わずにはおれませんわってことで、まずもう帰ろうとした時に、もう夜結構11時ぐらいだったらしいですけど、これちなみに番組朝早いんですけどね、その車にかけた赤いリボンが小さすぎるとオプラが言ったそうです。そしたらスタッフが、いやでももうほとんどの車にリボンかけ終わってますと、いやダメですと、もうリボンはこの車の屋根の部分の全体を覆ってないとダメっていうことで、あちょっと今興奮してマイク触っちゃいました、ごめんなさい、バンって言ったかもしれない。それでもうはい全部やり直しということで、もう夜中ですね、はい、車276台リボンやり直し1台ずつね、はい、それでまあもう当日もうほとんど寝ないでオプラも興奮して朝を迎えたそうです。でその日の番組では、まずそのね200何十人いるオーディエンスの中から11人が呼ばれるんですよ。でこれ11人、これえ私たちなんで呼ばれたのみたいな感じですよね。そしたら実は彼らは学校の先生ですと、みんな。でオプラっていうのはもともと学校の先生になりたかった人なんです。それでまあテレビ番組の司会者っていうことで大活躍した人ですけれども、その彼女にとってスタジオは学校の教室なんですね。だからもちろんその
トークショーっていうエンタメ番組なんだけど、すごい教育要素もしっかりある番組なんですよ。もうそこが私大好きなところなんですけれども、だから彼女は学校の先生っていう職業をすごくすごくリスペクト尊敬していて、だから、まあ、よく学校の先生企画っていうのは番組でもやってたんですね。でその日もその11人の車を今すっごく必要としてるっていう学校の先生がこうまず呼ばれてね、でまあでもその先生たちはなんで自分たちが呼ばれたのかよくわかんないわけですよね、うん、でオプラは言うわけです。彼らが今一番必要なものをプレゼントしますと。それはこれです、ポンティアック G6 車って言って、車がスタジオにビャーって1台入ってくる、リボンかかってるやつね。そうするともう先生たちはもううわーってなるわけです。泣いてる先生もいるんですよね、うん、でまあね、あの他の200数十人のオーディエンスはああいいなと思いながらも、よかったねとも思いながらね、きっとね。でまあ今日のサプライズはまあ終わりだなっていうふうに感じますよね、うん、だって11人に車がプレゼントされたわけですから、それだけでもまあ普通で考えたらすごいことじゃないですか、うん、でもオプラはそこで、いや実はですねって、あともう1台車残ってるんですよって言ったらみんな、え？でそれを今日スタジオにいるこのオーディエンスの中から1人プレゼントします。でその人は今日 G6 で帰れます、あと1台、さあ最後の人は誰でしょうか。でこれから皆さんに小さな箱を配ります、でもまだ開けないで、振っちゃダメよって言って、それでこう200何十人にこう小さなね、もう手のひらサイズのリボンがかかった箱が配られるんです。ダメよ、振っちゃダメよ、まだ開けちゃダメよって言いながらね、配られるんですね。でこの中に鍵が入っていたらあなたが当選ですって言って、でドラムロールが鳴るんですよ。ドル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 ドって、でオープンザボックスって、はい箱を開けてくださいって言って、開けたらうわー鍵入ってたっていうことで、もう狂喜乱舞が一人じゃないわけですよね。この200何十人がうわーってなるわけですよ。あちなみにこれもあのオプラね、さっきディテールに細かいって言ったじゃないですか、うるさいってね、あのもう番組始まる直前にその箱持ったら、あの振ったら鍵の音がしたんですって。でこれダメじゃんって言って、これダメだよって、もう持った瞬間に鍵入ってるってわかるじゃんっていうことで、はいまたもう番組始まる直前、はい箱全部やり直し、鍵固定っていうことで、もうスタッフの人も本当に大変だったと思いますけれどもね。だから箱もらった時点ではわからない、でも開けたら鍵入ってる鍵入ってるってことで、だけど鍵入ってたっていう瞬間は当たったって思うけど、でもなんかあれ隣の人も持ってる、これどういうこと、何これ、なんかのジョークってこうみんなわけがわからないんですよね。だってあと1台だけって言われてたから、これなんか びっくりショーみたいな、え何なのみたいになってたから、オプラはあこれみんなわかんないよねと、混乱してるよねと、で説明しなきゃっていうことで言うんですけど、もうなんせみんなギャーってなって、もうすごい叫び声がもう会場中に上がってますから、もうオプラも叫ばないと聞こえないんですね。でそこで彼女が言った言葉っていうのが、 You get a car, you get a car, everybody gets a car っていう、まあ、有名な言葉なんですけれども、まあ、You get a car、 あなたは車をゲットしました、あなたは車をゲットしましたってこうね、みんなを指さしながら、あなたも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 って言うんですよ。で全員が車をゲットしましたよっていうのを叫ぶわけですね。ちなみにこの時ディテールにこだわるオプラ、車にかけられた赤いリボンと合わせて真っ赤なスーツを着ていました。でこの真っ赤なスーツ着たおばちゃんが叫びまくるわけですよ。ちなみにこれ中にはやっぱり高血圧の方もいらっしゃったのでね、念のため救急車と救急隊員もスタジオで待機していました。きっとオプラ・ウィンフリーって言ったら一番有名なのはこの You get a car という瞬間じゃないかなと思います。いやしかしこれもう1日でね、8億円、今の日本円だと12億円、12億円
すごい金額ですよね。でまあこれはそんなまあね言ったってそのポンティアックの売名行為だろうと宣伝だろうと、まあ、思う方もいるかもしれません。確かにオプラもね番組内でポンティアック G6 っていうのは連呼してますし、当然もうめちゃくちゃ映ります、その車もね。でもオプラってただレーティングで数字が取れるから、あの視聴率ですね、視聴率が稼げるからやろうとかっていうことをやらないんですよね。インテンション、意図が一番大切なんだ。なぜかっていうと自分が放った意図、気持ち、思い、エネルギーですよね、これは必ず自分に返ってくる。だから単純にそのあブラピがゲストに出てもいいよって言ってるから、あじゃあ有名人だから数字取れるから出てもらおうとかっていうのはオプラは許さないんですね。だからミーティングする時も必ずこういうゲストを呼ぼう、こういう企画をやろうって言ったら、インテンションは何、意図は何、一番大切にしているのは意図なんです。この車を270台、76人かにプレゼントするっていうこと、この企画自体の意図はこれですっていうことは、うん、ちょっと探してみたけれども見つけられなかったんですが、昨日ご紹介したようにオプラはこの世界で成功するために、あるいは豊かな人生、満たされた人生を送るためには、与えること、与えてもらったらお返しする、すること、これをやり続けて人格を高めていくこと、それしかないよっていうことを言ってます。そしてオプラ自身がそれを番組の中でやり続けてくれた。で、私はそれをこう見続けることによって与えるっていうことが与えられるっていうことなんだ。与えるってこんなに素晴らしいことなんだっていうのを疑似体験させてもらったなって思うんです。だから自分自身が与えるっていうことをやったら、私がオプラに教えてもらったようにそのあり方から、もしかしたら私の周りにいる人も私がオプラから影響を受けたように影響を受けてくれるかもしれない。そして何よりも与えるっていうその行為自体が自分に本当に大きなものを与えてくれる。英語なんですが、今日お話ししたこの You Get a Car が5分ぐらいに編集された動画を YouTube に見つけました。もともとねこうオフィシャルのものが上がってたんですけど、ちょっと現時点で見つけられなかったのですが、はい、英語ですけれども、今日の話を聞いていただいた後だったらね、見ていて何が行われているかがきっとわかると思います。ぜひ見てみてください。NACA Presents 西戸明子のコミュニケーションアカデミー、今日も聞いてくださってありがとうございました。どうぞお気をつけていってらっしゃい。西戸明子でした。